ゆりくま嵐は2015年1月より3月まで放送された日本のテレビアニメ作品。少女革命ウテナ、バル、ピングドラムを手掛けた生原邦彦監督によるオリジナルアニメ作品。シルバー・リンクにとっては今作が初オリジナル作品となる。タイトルはゆりが熊と出会って嵐が起こるという意味が込められている。まず2013年3月にショート PV が公開され、翌2014年3月から漫画版がアニメに先行してコミックバーズ連載された。2014年8月20日からピングベアプロジェクトとしてサイト上でのカウントダウンが行われ、8月25日には本格的に公式サイトが設置され、テレビアニメ化が発表された。この作品の構想自体は、バル、ピングドラムを制作していた最中に誕生。その時点では、どの動物にするか決めていなかったが、やったことのないジャンルと、キャラクター原案を担当した、森島明子によるキャラクターでやりたいという思いがあった。制作開始にあたり、流行っているという理由で、生原は熊を起用。制作開始当初、生原は、自分では無理と弱気になっていたが、作り続けているうちに、まだ手をつけていない要素があるのではないかと自信を持つようになった。また、生原は、リアルロボットの先駆けとなった、機動戦士ガンダムを引き合いに、ゆりというジャンルがこの作品で、流れが変わるのではと述べている。原作は生駒きな子で、その正体について生本は、南米出身ではと述べる一方で、森島は、ゴマの星から来た、宇宙人だと聞いていたという。キャラクター原案に森島を起用したのは、ツイッター上での会話がきっかけであるとされ、後に生原と森島が実際に会って話をするうちに、生原は森島と携わりたいという思いが強くなったことによるもの。この作品のプロモーションビデオの第1号は、2013年3月に少女革命ウテナ関係のトークイベントで公開され、その PV ではすでに、ゆり裁判や、運命のキスという単語が行き交っていた。2014年10月にはシルバー・リンクが制作し、街遊び企画の一環であるゆり遊びで上映された。このバージョンのプロモーションビデオでは話の細部は詰まっていない段階であったが、何度か女の子のパンツが出てきたシーンが含まれている。当該シーンの投入について、単なる男性向けのサービスだけではなく、周囲の女性に意見を求め、とりあえずということで、許しが出たことで踏み切ったことによるもの。また、このプロモーションビデオには、ショートバージョンが存在しており、こちらは、女の子のパンツが出てきたシーンは、カットされている。漫画版は、キャラクター原案を担当した、森島明子が作画を担当しているが、ストーリーも森島にある程度任せている。これは、生原よりシナリオをそのまま作品にするには難しいことによるもの。そのため、設定や展開がアニメ版とは異なっているが、漫画版からアニメ版にフィードバックされている箇所も存在している。タイトルや内容からは1915年に北海道で発生した三毛別ヒグマ事件や、これを題材にした吉村明の小説、ヒグマ嵐との関連も指摘されている。また、主人公の部屋の背景に描かれた写真が、三毛別ヒグマ事件で村人を襲ったヒグマの写真であるとするツイートもあるが、その写真について写された状況や、北海道苫前町のコメントから無関係の写真であることが判明している。2014年10月に開催された、ゆり遊びで公表されたキャラクターは、ゆり城銀子、ゆりが咲きるる、椿明紅は、泉の純花の4人である。このうち泉の純花については、椿明紅はの友人であり、恋人であるという設定を除き、その時点では明かされていないが、生原は自ら絶賛している。また、椿明紅は、ゆり熊における、ゆりの部分を担う人間の女の子の設定で、後日の銀子とるるが、熊の部分を担っている。ゆり城銀子の姿については、衣装だけでなく、シルエットにもこだわっており、生原がどのキャラクターかわからないといけないと述べるほどの念の入れようで、形の面白さも気にかけている。また、熊の爪を手につけたことで、第1話を見ると、え？となるような感じに仕上がっている。銀須の声は、オーディションを実施して、荒川美穂を起用。ワル、ピングドラムで、高倉明傘を好演した荒川に、日傘と正反対の役柄になる銀須をやらせると面白いのではないかというのがその理由である。ゆりが、先、ルルの造形については、男性受けしそうな要素を含めながらも、女性の意見も採用して、女性から嫌われないように仕上げている。銀須同様に、幾原がシルエットに力を入れており、胸元を大きくしたのは、キャラクターの胸をあしらったマウスパッドをモデルに、幾原が商品化を狙ったことによるもの。ある時、宇宙に浮かぶ小惑星クマリアが爆発し、その破片が隕石となって地球に降り注いだ。するとこれに呼応するように地球上のすべてのクマが突然凶暴化し人間を襲うようになる。かくして人間とクマの長い戦いが始まり、いつしかお互いへの憎しみから両者を隔てる断絶の壁が築かれた。そんなある日、人間側にある嵐ヶ丘学園にゆり城銀須とゆりが咲ルルという二人の転校生がやってきた。だが、この二人、その正体は断絶の壁を越え、人間に化けた、人食熊だったのだ。クラスで孤立し、透明な嵐に混じらなかった、椿明紅葉は、唯一の親友にして、好きな相手である泉の純花を熊に食べられる。そんな紅葉に、学級委員長で人食熊の百合園光氏が近づく。それを嫉妬した光氏が好きな百合川好みは、紅葉を食べようとするが、光氏に射殺される。その光氏も、また自分が純花を食べたことを明かして、紅葉を食べようとするが、紅葉に撃たれる。そして、銀須とルルは、紅葉の友達になろうとするが、紅葉は頑なに拒絶する。その頃、針島薫は、生前の純花に書かせた手紙を紅葉に渡して悪である紅葉を陥れる計画を実行し、そのために邪魔だった銀須とルルも排除する。しかし銀須は紅葉が好きであるため放火された紅葉と純花の好きの象徴である百合畑から純花の手紙を救い出す。この事件により銀須とルルは紅葉に一歩近づき、正式に紅葉の家に居候することになった。後日、紅葉は母の描いた未完の絵本、ガツの娘と森の娘が自分と銀須を表していることに気づき、幼い頃に銀須と会っていたことを思い出す。しかし時を同じくして、紅葉の母、ミオアイの友人で、実は人食い熊であった箱中、ユリイカが銀須たちを陥れる計画を練っていた。やがて紅葉は、ユリイカに騙されて銀須が、母の仇であると思い込んでしまい、罪熊である銀須を撃ってしまう。だが、実際に、ミオアイを食べた熊は、銀須ではなく、ユリイカで、彼女はかつて自分の好きを否定されたと思い込んでいたことから、ミオアイの命を奪い、さらに彼女の娘である紅葉も、自分のものにしようと目論んでいたのだった。そんな中、紅葉のクラスで人間に化けた熊が学園に紛れ込んでいることが突如として暴露され、透明な嵐による熊の排除が行われようとしていた。その最中、ユリイカは紅葉を呼び出し襲いかかるも、その様子を見ていた紅葉のクラスメートたちに撃退され命を落とす。その後、ユリイカを見取った紅葉は彼女からかつて母が描いた絵本の結末のページを隠したという告白を受け、絵本の最後のページを見つけ出す。絵本の結末には、熊と人間の和解が描かれていた一方、嵐ヶ丘学園では学園に潜む熊を探し出す活動が本格化していた。ルルは、紅葉と銀須の仲を取り持つために奔走するが、その中で、紅葉に、本当のことを話してしまったため人間の姿ではいられなくなり、熊の姿に戻ってしまう。それを見た大木長子は、紅葉を捕まえ、銀須をおびき出そうとする。銀須は、光氏の導きに従って、紅葉に迫る。そこを長子が狙撃するが、熊の世界から人間に戻ってきたルルが、銀須の代わりに長子の銃弾を受ける。倒れたルルを見て銀須は泣き叫び、熊の姿をあらわにする。そこで拘束されていた紅はかつて銀子を人間にする際に自分がユリ裁判で好きを諦めたことを思い出し、紅を拒む銀子に近づく。ユリ裁判で傲慢の罪を認めた紅は、女神クマリアに自らを熊にしてほしいと願う。降臨したクマリアは、純花の姿をしていた。熊になった紅と銀子は、長子らから銃撃される。撃死は、友達の扉の前に捨てられていたサイボーグの好みを抱き上げる。ルルは、好きがキスになる場所でミルンの約束のキスを受けた。銀子と紅は約束のキスを交わす。透明な高校生、椿明紅は1ヶ月前編入してきた、ユリ城銀子だけが、自分に話しかけてくれていることに気づく。しかし紅は、銀子が、実は、熊ではないかと疑っていた。そんな中二人の前に、銀子の友達を自称するユリが、サキルルがやってくる。ルルを疎んずる銀子だったが、ルルが学生寮で火事を起こしてしまったため紅と三人で住むことになる。紅は銀子が秘密を隠していることに気づき、銀子に真実を聞く。漫画版では、ライフセクシーを生徒会長として三人を中心に、嵐ヶ丘学園の生徒会を運営している。小説の著者は、生原邦彦、井上貴代、高橋圭である。幻冬舎コミックスから発行されている。漫画版の原作は、生駒きな子、作画は、森島明子、レーベルは、バーズコミックスである。ありがとうございます。